回はこの方にインタビューしたいと思います。どうぞ。こんにちは、ミノンです。高校3年生17歳で女優とモデルをやらせてもらっています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと待ってください、17歳だったんですか？そうなんですよ。むちゃくちゃ言われますよ、大人っぽいって。23って言われます、ね、言われますよね。はい、今日もテスト帰りです。テスト帰り、はい。え、現役高校生ですか？現役 JK です。嘘でしょ。見えないわ。趣味とかって何なんですか？趣味は絵を描いて、高校に美術コースって言っとって、はい、ずっと小さい頃から絵を描きました。ほうほうほう、はい、どういう絵を描くんですか？油絵とか水彩が多いんですけど。めちゃくちゃガチじゃないですか？ガチですね、結構。でも最近は線画が結構多い。はいはいはい、はい、いや結構細かい絵も描くんですか？細かい好きですね。音楽とか聞いたりもするんですか？音楽も大好きです。例えばどういうアーティストの歌を聴くんですか、最近は？でも結構海外のアーティストが好きで、はいはいはい、ラップとかめっちゃ好きなんですね。ケンドリック・ラマーとか、はいはい、J. コールとか、はい、アンジェル・カリーとか、はい、すごい結構あの歌詞が重要な洋楽のラップが好きです。あ、じゃあエンタメも大好きなんですか？大好きです。じゃあお笑いも大好きですか？お笑い結構見ますね。お笑い見る？見ます。好きな芸人さん誰ですか？霜降り明星と、はい、ジャルジャルも結構好きです。あ、めちゃくちゃお笑い好きじゃん。好きです。めっちゃ好きです。会いたい。会いたい。言っとけ言っとけ。吉田さん会いたい。会える、絶対会える、絶対会えるから。特技って何かありますか？特技はダンス習ってて、はい、そこまで得意じゃないんですけど、振りは覚えるのは早いです。ダンスって例えばどういう系ですか？ヒップホップダンスやってました。ヒップホップダンスってどういうの？結構なんかノリノリな感じですね。あとガールズっていうジャンルがあって、はい、ちょっとセクシーなダンスが多かったりもします。特技で英語っていうのを見たんですよ、はい、あ、英語ペラペラです。英語一級持ってます。英語一級持ってるの、はい、めちゃくちゃすごいじゃん。何カ国語喋るの？英語だけ？英語と日本語と、あと韓国語ちょっと読めます。ハングル読めたくはできます。こういう恋愛の番組だから、はい、恋愛についてちょっと聞きたいなと思うんですけど、理想の告白のシチュエーションとかありますか？最近現代の方が携帯で LINE とか電話とかの方が多いと思うんですけど、うん、はい、やっぱ直接が一番嬉しいなって私は思います。直接でも例えばこうなんかあるじゃん、例えばこういう場所でとか。あ、そう、どうだろう、2人だけの場所がいいですか？2人だけの曲とか2人だけの場所とかめっちゃ好きなんですよ。そこでなんかドストレートに好きって言いました。で、その男女のお付き合いをしていると、はい、絶対喧嘩ってする時あると思うんですよ。ね、そういう時の仲直りの仕方とかありますか？あ、もう何もなかったかのように接します。あ、じゃあ次の日になったらコロッと忘れたりとか？なんか普通にご飯どこ行く？あの、じゃあちょっと男からすると最高な女性ですよ。本当ですか？やっぱりこのネチネチされるのが一番嫌なんですよ。そうですよね。そう、私もそうなんです。ネチネチするの嫌いなんですよね。サバサバしてる、はっきりしてる。例えばじゃあ今もう、1名ぐらいは終わってるんですよね。2話まで終わってます。はい、その今やっぱり出てる演者さんの中で気になる人いますか？聞いちゃいます。あの、え、別に言わなくていいですよ。本当ですか？いるかいないかで言うと言います。いる？はい。うわー、それさ、ちょっとさ、お礼だけさ、耳打ちでさ、ちっちゃい声でさ、誰か教えてくれる？耳打ちでいいから。いいですよ。ちょっといいですか？はい。これ全然聞こえないわ。そうだった。これ全然聞こえないわ。嘘、聞こえた。楽しそうだね。めっちゃ楽しんでます。いや、すごいな。じゃあちょっとね、はい、じゃあプライベートのことも聞いてみようかなと思うんですよ。はい。例えば好きになった男の子が女子同士でこう被ることってあるんです。ありますね。その場合こう若干奪い合いっぽくなっちゃうと思うんですよ。うん、そういう時でもなんかこう勝ち負けになると熱くなるタイプですね。いや、あんまりなんないんですね。めちゃくちゃクールやん。はい。なんかとてもいいです。マジで？はい。あ、じゃあ別に行くんだったら行きなよみたいな。やっぱ勝ち負けじゃないなって思います。うわ、大人。はい。好きな人が他の、ね、女性と喋ってても、あ、どうぞどうぞって感じ。いや、でもね、狼ってそれ醍醐味じゃん。他の ね、女の子と喋ってるのがね、嫉妬になっちゃうっていう。そうですね。僕めっちゃ見ますから。本当ですか？はい、楽しみにしてます。じゃあちょっと絵が得意っていうことなので、はい、簡単でいいんですけど、僕の首から上でもいいんで、僕の絵描けますか？描けます。じゃあ描いてもらいましょう。めっちゃ嬉しい。本当ですか？はい、僕真正面でいいですか？あ、さっき斜め40くらいが。あ、すいません、真正面は嫌ですよね。お願いします。嬉しい。なんかもうできそうじゃん。できました。はいや。
ばい。本当ですか？めちゃくちゃ俺やん。本当ですか？首ないやん、首。首こうなってる。能力高っ。ありがとう。おうちに飾ります。こういう恋愛の番組なんで、はい、やっぱ異性を見るところって人によって違うと思うんですよ。何フェチですか、男性の。血管が好きです。血管のどういうところに。いや、何なんですかね。なんかそのリングとかめっちゃ好きなんですね。あ、手とかでこうゴツゴツしたつやとかついてて、血管だとなんかかっこいいな。そっか、血管フェチって多いよね。多いですね。多い、うん、だから俺はもうそういう女性からは嫌われるということで。あの、やんまりじゃなくてガッツリ断る。恋愛で感情的に動くタイプの恋愛の人と、うん、理性的に動くタイプの人ってあると思うんですよ、はい、どっちかなってすごい興味があって。どっちだと思います？感情で動きそうな感じがする。意外と理性なんだ。理性なんだ。外れました。あら、理性で動くんだ。理性で動きますね、結構。例えばなんか友達グループで男女仲良かったから、はいはい、そこの男の子が好きなのはちょっとみんなのグループの周りの人間とか、大人だね。結構考えちゃいますね。あ、10代20代すごいね。めちゃくちゃ世代なんで。結構冷めてます。冷めてます。達観して世の中見てる気がします。はいはいはい。じゃあ最後に一言、はい、番組の意気込みをこちらのカメラに向かって一言いただいてもよろしいですか。はい、10人で最高の夏を作り上げていくので、ぜひ皆さん見てください。お願いします。はい、以上です。ありがとうございました。勝ち負けになると熱くなるタイプですね。いや、あんまりなんないですね。めちゃくちゃクールやん。はい、勝ち負けになるね。はい、熱くなるタイプですか。めっちゃ熱くなります。女子同士の対決になっちゃう。そういう時熱くなるんですね。いや、でもめちゃくちゃ負けず嫌いではあるんですけど、はい、同時にすごい友達が大好きなんですよ。友情取っちゃうんですね。でもそれで後悔しませんか。友達はやっぱ一生ものだし。あ、まあね。そうですね。恋愛はね、終わる時は終わっちゃうからね。そうですね。